春木南湖天保10年4月25日は、江戸時代中期から後期に活躍した文人画家である。本生は、有氏。名は、今、地を、死魚、通称は、門いよいよ。号は、南古の他に、有石祭、円かずり草、ドンスミオなど。江戸生まれ。京山旧渦、節祭交渉蔵伊勢長島藩主、増山節祭に仕え、画業は、 大阪の木村県が指導に指示したらしく、県阿蘇、同日記にその名が見える。天明八年には、節災の命を受け、長崎に留学。新人の長阿帰国や非正子から直接再出などの、画報を受ける。この時、紀行文、西遊日母は、木村県阿蘇のもとを出立するところから始まり、備前の浦上局道を訪ね、同じく、 長崎を目指す芝公館と道連れとなったことなどが記載されている。早年期になって4歳年下の谷文長の門下となり、山水がやか長画を得意とした。また私文にも巧みで、小普及員社の一員であった。老後は、江戸の諸画会や小司会の常連となり、当時、何個文長を合わせて、天下の二郎と称すと称されるほどの名声を得ていた。 去年82、浅草万随院の里市白院に葬られたが、後年玉霊園に移送される。長男南名、次男聖子、孫南家、宗孫、南家、玄孫南栄もそれぞれ画家として活躍した。また門下に金井からすす、金井孫さん、長谷川嵐家、愛、沢石子、斉藤隅子、佐藤忠餅などがいる。ありがとうございます。